今年で5回目の参加となります。私たちのチームのモットーは心を一つに踊ることです。大人の人についていくのは大変でしたが、京都の方々に見ていただくため一生懸命練習しました。鳥取市の民謡避難せぶしという曲で、鳥取の伝統芸能シャンシャン傘や近年祭りで使用されているすずっこという手具を使い、鳥取を表現したいと思います。遠くからの参加ですが、応援よろしくお願いします。
さんでした。